ババア、給料3桁あるの？長男嫁の言葉に反応した長男も嬉しそうに声を上げる。ってことは、貯金は4桁。私のパソコンの画面を勝手に見て大げさに喜んでいる長男夫婦。私はその態度に不安を覚えた。見られたのは幸い名前が記載されていない額面だけだ。そこで私はとっさに嘘をついた。給料は3万で、貯金も30万よ。私の言葉に長男夫婦は一気にテンションを下げてこちらを見てきた。どうやらまだ半信半疑のようだ。私は必死に嘘をつき続けた。さっきのはその成功者の一例らしいわよ。すごいわよね。必死に取り繕った言葉に長男夫婦はわかりやすく落胆していた。そして次の日、長男夫婦は驚くことを言ってきた。母さん、この家から出て行ってくれる？ごくつぶしのババアは出て行ってほしいのよ。私はその言葉に長男夫婦を見切ることを決心した。塩らしい態度でいると、長男嫁はニヤニヤとしながらこちらを伺ってくる。今に見てなさいよ。私は心の中でそう思いながら荷造りをした。行き先は決まっている。私は最後まで落ち込んだふりをしながら最低限の荷物をまとめた。お世話になりました。見送りにも出てこない長男夫婦にため息を吐いて、私は我が家を後にした。私の名前は新田さえ、先月75歳になったばかり。定年まで編集業に携わっていたが、その後は退職金と年金で細々と暮らしていた。夫は5年前に他界した。高速道路での玉突き事故に巻き込まれたのだ。未だに思い出すと心が痛く、枕を濡らす日も多いが、最近少しずつ前を向き出している。夫との間には2人子供がいる。第一子の長女は現在35歳。結婚して旦那さんの実家で同居している。義実家もいい人たちで、孫も生まれて家族仲良く暮らしている。第二子である長男は、私が45歳の時に生まれた子だ。長女の時にすでに40歳だったため、一人っ子にすることも考えたのだが、夫とは共働きでお互いに収入があったこと。お互い一人っ子だったため、子供は二人以上欲しかったことが一致していたため、不妊治療の末に生まれた子だった。そんな長男は夫の亡くなる1年前に結婚。長男嫁の翔子さんは少し見栄っ張りなところがたまに傷だが、親戚行事などにも率先してくれる人だ。夫の亡くなる直前に生まれた孫の理香は今年で5歳になる。そんな長男家族が我が家に引っ越してきたのは半年前のことだった。長男嫁からの強い要望だったため、一人で部屋を持て余していた私は快楽。孫と一緒に過ごす余生なんて、なんて幸せなことだろう。そう思っていた。しかし、現実はそう甘くなかった。長男家族が引っ越してきて、我が家は賑やかになった。それはとても嬉しいのだが、電気代などの公共料金や食費が倍以上になったのだ。しかし、長男夫婦からは生活費を入れるといった話は一切出てこない。さらに家事も当初は分担する話だったのに、長男嫁は全くしなかった。たまに料理を作ってくれたと思うと、友人宅に持っていくからという理由が多く、その材料は
あらかじめリクエストされていた食材を私がお金を出して購入していた。それでも初めの2ヶ月は孫と暮らせる嬉しさが勝り、あまり気にしていなかったのだが、私ももうおばあちゃん。毎日孫の相手と家事が続くと負担になってくるし、何より老後の資金が長男家族の生活費に消えるせいで、だんだん心もとなくなってきている。あまり気は進まなかったが、腹を割って話すことも大事だと思い、私は長男夫婦に相談することにした。ねえ、あなたたち、同居して半年経つわよね。悪いんだけど、生活費を少しでもいいから入れてくれないかしら。食費も公共料金も倍以上なのよ。私がそう言うと、長男夫婦は顔を見合わせて、それから大笑いし始めた。私は何が何だかわからず、首をかしげる。すると、長男嫁がお腹を抱えて笑いながら答えた。お母さん、冗談きついですよ。同居してあげてるのに、生活費出せって。どんな性悪しゅうとめですか？今時そんなの流行りませんよ。いえ、冗談じゃなくてね。私が長男嫁の言葉を否定すると、長男夫婦の顔から表情がふっと消えた。そして、能面のような顔で、長男がぼそりと私に言葉を放った。母さん、息子に金をたかるの？私はあまりの驚きにとっさに言葉が出なかった。たかっているわけではなく、生活費を少し負担してほしいと言っているだけだ。それに、そもそも彼らは共働きなのだ。長男嫁はパートとはいえ、長男の方は上場企業の正社員。お金がないはずがない。だというのに、二人はまるで、私が悪人かのように責めてきた。お母さん、信じられないです。私たち、理科のために一生懸命働いているのに、そのお金をよこせって言うんですか？ありえねえよな。そんな金に汚いババアだと思わなかったよ。あまりにひどい言葉に、私は涙が出そうになった。それでも、ここで引くわけにはいかない。私は必死で食い下がり、どうにか月に5万円家に入れることに同意してもらった。同居で増えた分には到底足りないが、それでも出してくれるだけいい。私はそう思うことにしたのだ。それ以来、長男嫁はことあるごとに私に対して、性悪ババアと言ってきた。長男もそれをいさめることもせずに、一緒になって行ってくる。せめてもの救いは孫の前では言ってこないことだ。昔からよく預かって面倒を見ていたからか、孫は私にとても懐いてくれている。さすがの長男夫婦も可愛い娘の前では私のことを悪く言えないようだった。長男嫁のパートは初め午前中だけだったのが、だんだん時間が長くなり、今では一日中出かけるようになっていた。子供を連れて行っても大丈夫な職場ではあるようで、私が病院などでどうしても預かれない時には、長男嫁はしぶしぶ孫を連れてパートへ行っていた。孫は長男嫁の意向で近くの幼稚園に通っている。近所でも評判の幼稚園で、様々な体験をして子供の視野を広げてくれるとてもいいところだが、毎月請求がかなりの額であることでも有名である。その幼稚園の費用を出したのは、なんと私だった。ある月に長男嫁に高すぎる料金が払えないと泣きつかれたことが発端なのだが、一回だけの予定がいつの間にか、当たり前のように私に請求が来るようになっていた。そのため、私の貯金はどんどん減っていった。
そんな時、私は以前の会社からウェブライターをしてみないかと話をもらった。編集視点でコラムの連載をしてほしいとのことで、謝礼の他にインセンティブも用意すると言ってくれた。ありがたい条件で、家でできる仕事だから、孫の送迎や家事もできる。私は試しに仕事を受けてみることにした。結果は大成功。性に合っていたようで、私のコラムはどんどん人気になっていった。そして会社経由で様々な依頼が来るようになり、だんだんと一つの仕事ごとの単価が上がっていった。ウェブライターを始めて半年経つ頃には、私は一般の正社員の給料を軽く越すほどになっていた。当然忙しくなってきたが、久しぶりに文章を書いて、それを評価してもらえることはとても嬉しく、私は夢中になって仕事をした。ただ、長男夫婦には仕事をしていることを秘密にしていた。たまに納期が近くて家事がおろそかになっていると嫌味を言われたが、長男夫婦は私がなぜ家事ができなかったのかまでは追求してこなかったため、都合が良かった。ウェブライターを始めて1年が経つ頃、私の月収は3桁を超えた。そして最高額の184万円を達成し、私はパソコン画面の前で嬉しさのあまりニヤニヤしてしまった。このままうまくいけば今後の選択肢が増えるぞ。そう一人で思っていた時、後ろから声が聞こえた。あれ？お母さん何それ？家で働いてんの？私ははっとして振り向いた。後ろにいたのは長男嫁だった。長男嫁は私の画面を見るや否や、パーッと顔を輝かせて長男を呼んだ。そして長男が来ると私の画面を指さしてテンション高く叫んだ。ババア、給料3桁あるの？長男嫁の言葉に反応した長男も嬉しそうに声を上げる。ってことは貯金は4桁？私のパソコンの画面を勝手に見て大げさに喜んでいる長男夫婦。私はその態度に不安を覚えた。見られたのは幸い名前が記載されていない額面だけだ。そこで私はとっさに嘘をついた。給料は3万で、貯金も30万よ。私の言葉に長男夫婦は一気にテンションを下げてこちらを見てきた。どうやらまだ半信半疑のようだ。私は必死に嘘をつき続けた。さっきのはその成功者の一例らしいわよ。すごいわよね。必死に取り繕った言葉に長男夫婦はわかりやすく落胆していた。そして次の日、長男夫婦は驚くことを言ってきた。母さん、この家から出て行ってくれる？極潰しのババアは出て行ってほしいのよ。私はその言葉に長男夫婦を見切ることを決心した。塩らしい態度でいると、長男嫁はニヤニヤとしながらこちらを伺ってくる。今に見てなさいよ。私は心の中でそう思いながら荷造りをした。行き先は決まっている。私は最後まで落ち込んだふりをしながら最低限の荷物をまとめた。お世話になりました。見送りにも出てこない長男夫婦にため息を吐いて、私は我が家を後にした。私はそのまま近くのホテルに移動した。そして翌日、実家へと足を運んだ。実家には私のいとこが娘親子と同居している。シングルマザーになったいとこ娘との同居先を探していたいとこに、住み込みで両親が住んでいた実家の管理をお願いしたのがきっかけだ。いとこたちは私を快く受け入れてくれた。
私はそこで今後の作戦を練ることにした。そしてすべての作戦が準備できた頃、私のもとに長男夫婦が訪ねてきた。どうやら年賀状と長男の記憶を頼りにここまで来たらしい。あれほど私のことを邪険に扱ってきたくせに、長男嫁は私を見た瞬間からごますりモード全開だ。お母さん、体調はいかがですか？急に出て行っちゃったから心配してたんですよ。あら、急に出て行けって言ったのはあなたたちよね。まさか孫の前で反撃されるとは思わなかったのだろう。笑顔を貼り付けた長男嫁の口の端がピクピクと動いた。私は家の中に長男家族を入れないよう玄関で仁王立ちした。長男嫁も長男も初めはたじろいでいたが、すぐに強気になった。母さん、そろそろ頭も冷えたろう。俺たち怒ってないからさ、戻っておいでよ。そうですよ、お母さん。私たち家族じゃないですか。しらじらしい長男夫婦に、私は笑いしか出なかった。急に笑い出した私を、長男夫婦は引き気味で見ている。私は一通り笑った後、言葉を返した。シンゴ、あなたたちが怒っているだとか、何も興味ないのよ。私はもうここで生きていくことにしたの。今後そちらには戻らないわ。母さん、ひどいじゃないか。俺たちじゃ暮らしていけないんだぞ。リカだって寂しがってる。意地張ってないで戻ってこいよ。長男の言葉に、私は自宅の現状を想像した。掃除の苦手な長男嫁のことだ。ろくに掃除もしていないから、家の中は散乱して、とても人を呼べるような状態じゃないのだろう。古い家だから虫も出るに違いない。それに長男嫁の作る食事はとてもまずいのだ。つまり戻ってこいという言葉は、戻って早く家事をしろという意味だろう。お断りします。私はこれから老後を楽しく生きるので。生意気ですよ。そう言ってきた長男嫁を、私は鼻で笑った。そして、長男嫁の持っている真新しいブランドバッグを指さした。こういう見栄ばかりにお金かけるから、生活費に回せないのね。あなたたちだけで暮らしていると余計お金かかって、ブランド物を買う余裕なんてないんでしょ。私の言葉は図星のようで、長男夫婦は反論できずに震えていた。しかしそれでも諦めて帰る気は一切ないらしい。私は仕方なく部屋から持ってきていた写真を2枚取り出した。長男夫婦はそれを見て顔を真っ青にしていた。なんでそれを、お母さんが。それは長男夫婦の身辺を調査していた時に偶然見つけた浮気の証拠だった。長男嫁が知らない男性と腕を組んで男性の自宅に入っていくところ、そして長男が若い女性と一緒にホテルに入っていくところ、それぞれしっかり相手の顔まで映っている。お前浮気してたのか。しかもこいつ俺の同僚じゃねえか。あなただって浮気してたのね。この女、私のパート先の子じゃない。なんと長男夫婦は互いの職場の人とそれぞれ浮気をしていたのだ。調査時にそれを知った時、私は頭が痛くなってしまった。確かに身近な人間ではあるが、これではバラしてくれと言わんばかりである。私はその写真をひらひらと揺らしながら笑った。お互いの職場の人と浮気なんてすごいわ。というより結婚してるのに他にうつつを抜かすのって最低よね。私の言葉に長男夫婦はびくりと肩を揺らした。
どうやら悪いことをした意識はあるらしい。私はそれぞれに選別よと言って写真を渡してあげた。長男夫婦はとても複雑な表情をしている。そこで私はもう一つサプライズをすることにした。実は今日、ある人たちに来てもらっているのよ。ある人たち。長男の首をかしげる動作に、わざと大げさにリアクションしながら、私は塀の向こう側に向かって声をかけた。翔子さんのお父さんお母さん、どうぞ。パパ、ママ?長男嫁の驚いた声が家の前で響く。私は必死に笑いをこらえて、長男嫁両親を自分の横まで誘導した。長男嫁両親は表情が固く、青を通り越して真っ白だ。今回こうなったことの経緯を翔子さんのご両親にも聞いてもらったの。翔子、お前なんてことを。夫の母親をないがしろにして、天津さえ自宅から追い出すなんて。さらには浮気だと。恥を知れ。長男嫁父のすごい剣幕に、長男嫁はタジタジだ。私は孫だけ家の中に入れた。これ以上、大人のいさかいを見せたくなかったのだ。違うのよ、パパ。この人が家をくれるって。何が違うって言うんだ。普通は義理の母親をこの人って呼ばないだろう。カンカンに怒っている長男嫁父の横で、長男嫁母は能面のような顔をしている。よほど怒っているのだろう。表情のない顔とは裏腹に、握り拳には力が入って震えている。長男嫁はそんな母親の様子に気がつかず、助けを求めた。ママはわかってくれるわよね。私悪いことしてないのよ。誤解なのよ。誤解?そうね。私たちはあなたを誤解していたわ。大事な一人娘だから甘やかしてきた自覚はあったけれど。人前に出すのに恥ずかしくないだけの教養を叩き込んできたつもりよ。でもそれは勘違いだったみたい。人様に迷惑をかけてのうのうとしている子だったなんて。長男嫁母はそう言うと、長男嫁をきっと睨んだ。長男嫁はその表情に小さく叫んで後ずさりをした。そして長男嫁母は叫ぶように声を張り上げた。その腐った少年、二人とも叩き直してあげます。あなたたちは家へ同居決定です。楽できると思わないでくださいね。長男が長男嫁母の剣幕に悲鳴をあげた。それもそのはず。実は長男嫁母は剣道場の師範をしている。そのため同居となれば、その練習に強制参加をしなければいけないのだ。長男嫁はそれが嫌で、就職後すぐに家を出たのだと、一度こぼしていたことがある。あまりに突然の出来事に、長男夫婦は呆然としていた。そして、私はとどめに、ここでネタバラシをすることにした。そういえば、私を追い出す前にあなたたちが見た収入の画面。あれ本当は、私の収入なのよ。え?長男嫁は今日一番驚いた顔をしてこちらを向いた。私はそれを見て笑いそうになったが、ぐっとこらえた。長男はいぶかしげにこちらも見た後、半笑いになった。母さん、今さら負け惜しみか?母さんが収入ないって言ったんだろ。通帳にも本当に大した額は入っていなかったしな。いつの間に通帳を見られていたのかわからないが、長男はそう言うと得意げに私を見下ろした。私はわざとらしいため息を吐いて答えを言ってあげた。
そりゃ見えるところにはそんな大金入れておかないわよ。あんたたちに巻き上げられるのが目に見えてるしね。は？じゃあどこにあるって言うんだよ。声を荒げた長男に私はスマホの画面を見せた。そこには私のネットバンキング口座の画面が映っていた。ほらこれ、私のネットバンク。ここに入金って書いてあるでしょ。私の収入は今慎吾の5倍以上あるわね。私の言葉に長男は絶句していた。しかしその横で呆然としていた長男嫁がすぐに何か思いついたようで、ニタニタと口元を緩ませながら私に謝罪し始めた。お母さん、今まですみませんでした。お母さんのおかげで生活できていたと気がついたの。だからまたあの家に戻って家族で暮らしませんか。長男嫁の言葉に長男もハッとなって一緒になって謝罪し始めた。しかし心のこもっていないお金目当ての謝罪など到底受け入れることはできない。私がそれを指摘しようとしたとき、私の後ろから声が聞こえた。パパ、ママ、おばあちゃんをこれ以上いじめないで。振り向くと、後ろにいたのは顔を真っ赤にして目に涙をためた孫の姿があった。小さな体で一生懸命怒りをあらわにしている孫に、長男夫婦は驚きで固まっていたが、慌てて反論し始めた。違うのよ、リカ。おばあちゃんがたくさんお金持っているから、リカのために助けてくれないかってお願いしているところなの。そうだぞ。リカ、ピアノ欲しいって言ってただろ。大きなピアノ、おばあちゃんが買ってくれるはずだぞ。長男夫婦の自分勝手な考えに、私はため息を吐いた。長男夫婦はそれでごまかせたと考えていたようだが、孫には全く響いていなかったようだ。ピアノなんかいらないと叫んだ後、半泣きで叫ぶように怒鳴り始めた。パパもママもいつもおばあちゃんに優しくしてもらってたのに悪口ばっかり。先生が言ってたよ。悪口ばっかり言ってたらその人は地獄に行くんだって。パパもママも地獄に行きたいの？リカはやだよ。リカの好きな人たちはみんな天国にいてほしいもん。長男嫁は孫の言葉に泣き崩れ、長男は罰が悪そうに顔をそらしていた。私は孫を抱きしめて諭した。大丈夫よ、リカ。パパもママもあっちのおじいちゃんたちと一緒に住んだら、きっといい人に戻って天国に行けるわ。私の言葉に、長男嫁母がうなずく。孫はそれを見て、にっこりと笑うと、玄関から出て、長男夫婦の手を引いて、長男嫁両親と一緒に、長男嫁の実家へと帰っていった。後日、長男嫁たちは長男嫁実家に引っ越していった。道場で夫婦ともに毎日しごかれ、生活習慣の乱れや浮ついた心をしっかりしつけ直してくれているそうだ。もともと運動が苦手だった長男は、毎日青あざを作りながらしっかりしごかれているらしい。孫はもともと剣道をやりたいと言っていたそうで、毎日楽しそうに市内を振っているとのこと。長男家族の引っ越しの日は、長男嫁母が立ち会いのもと、ブランド品のバッグなどはすべて質屋に入れたと言っていた。そのお金をすべて生活費として長男嫁母が受け取り、それが尽きたらしっかり折半で請求するらしい。ちなみに私の出していた生活費は、同居していた月数分を長男嫁実家に入れる生活費から毎月入金させると言って、実際その通りになっている。お金に困っているわけではないので、
それはそのまま貯金しておいて、孫に使ってあげようと思っている。私はその後、自宅を売却した。本格的に実家に移住した。いとこも、いとこの娘親子も大歓迎してくれ、快適な生活を過ごしている。さらに私は、いとこの娘を家政婦として雇い、家のことをすべてやってもらう対価として、給料を支払うことにした。あちこち掛け持ちをして働いている彼女に、少しでも子供との時間を取ってほしいからだ。孫は月に二度ほど我が家に遊びに来るように。一緒に住んでいた頃よりも会う頻度は少なくなってしまったが、それでも懐いてくれている、かわいいかわいい、たった一人の孫だ。今度剣道の試合があるらしく、来てほしいと頼まれたので見に行くつもりだ。幸い私の仕事はパソコンがあればどこでもできる。そのため今は孫と二人で長期休暇に旅行に行くことも計画中だ。これからの人生、私は好きなことを目いっぱい楽しんで生きていきたいと思っている。